はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです。キングスピード4を喋りながらプレイ。さあ、行きましょう。バトルハンマーで。いや、まあ、バトルハンマーだよね。コメントありがとうございます。結局、まあ、レベル差ですかね。俺が、魔王の使いに勝てたのは。レベルが、あ、でも48。いや、48って結構高いと思うんだけどね。まあ、ぶん殴った。ちょっとごめんなさいね。はい、すいません。ちょっと、化粧水を。風呂上がりでね、カッサカサなんでね、本当に。春もね、やっぱり、冬と同じくらい、割と乾燥しますからね、ちょっと、気になるところですよね。男のくせに化粧水かよ、みたいな、ご勘弁くださいね、本当に、もう身だしなみぐらいしかね、やることがないんで、いいところなのに。悲しいの、本当に。で、ここですね、コメントこっちもありがとうございます。なんか、ここ行けるらしいですね。おこの人は何だったんですかね。うえ、死人に鞭打つ、非常な行為、悪くない。ね、封印されているんですけど、なんかここに、はめるもんがあるんじゃないかと。わからなくね？実際ちょっとわからなくない？あれ？瞳じゃねえの？瞳じゃないの？はめんの。あら？あ、うわ、怖い。あ、あ、ちだ。ごめん。ごめん。一個ずつはめんのかと思った。じゃあ行きますね。あ、待って。レベルは上がってないから、まだ恒例の状態なんだよね。あ、せっかくなんで、これで行きましょうか。武器は、武器どうする？トリファンで行く？トリファン。トリファンでやるなら、トリファン、トリプルファングでやるんだったら、なんでショートカットが何もなくなってんの？トランスファーだよね。じゃあ対抗はダメ、強靭はもっとダメ、クリスタルの盾は、買ってない。よし、じゃあ腕にシルバー巻いて、バスタードソードはもうお別れゲーなんですかね。悪いな、確率に強いもんな。光属性が効かなければ、まあ、バスタードソードの活躍まだあるけど、ん？また森か。森ボーイなのか？ああ、落ちたいけど、落ちたらよくない。っていうか、お前らは起きてんのか？もう怖いんだよね。これ、急に動くのやめてほしいんだよね、本当に人として。お前らは人じゃないけどさ。ああ、怖い。行っちゃう。危ねえ。死ぬかと思った。ん？これは？ん？歩いていいの？これ。おおおお、なになに？太古の剣か？それともロートルブレードか？よし。おお、なんだ、これは。マスターソードにでもなるのか？どっちが、どっちだ。お、ロートルブレードが。おお、美しい。アルテマウェポンのようだ。何？浄化されたの？竜だ。もっと。ダメ？欲張りはダメですか？え、これで終わり？あ、ちょっと待ってよ。この剣ってさ、やっぱり、光を映す剣、真なる王の証。あ、ある、王様になりました。ありがとうございます。そして強い。重量、あ、軽い。長さも、長い。あ、縦切りか。属性は？あ、光 100%。
これ落ちたらどうなるの？壁か。こんにちは。よろしいですか？いただいてって。ひゃー！ムーンライトソード、月光ですね。フロムソフトウェアで。これはムーンライトソードが一番初めの武器なんですかね。月明かりの剣とか、ね、月光、お、光強ければ闇もまた強まる。闇のものに従う、抗うために光の力を持つことは真に正しきことではないのかもしれん。それでも古代した闇のものを返すため、今は闇を払うその剣の力が必要だ。長きにわたり込められた森の先、森の光を使い、目覚めを待つ暗闇の王を避けてほしい。すべてをそなたへ託す。あんたが王様だったってことなのかな。じゃああのアンデッドを使ってるやつは悪いやつだったのかな。でもいいのかい、暗黒騎士に憧れてるやつにこんな光の剣とか渡しちゃって。俺がな、そうやすやすとこの光の剣使うと思ったか。いい加減にしろよ。まあこれも十分あの光の剣なんですけどね。闇なんだよ闇。俺は闇の剣が使いたいんだけど、このゲームあのさ、ね、何でも言って悪いんだけどさ、足が遅くなるんだよね。これ問題だよね本当に。で、この光の力を使って私はどこに行きゃいいんだい。今度はあれか、地下牢っていうか、なんだっけ、ゲネア、ゲネス、ゲネポス、スライムのいたところですね。あそこの階段を降りるといいのかな。なんかもう一個ぐらい行けるところがあったような、なかったような、ちょっと覚えてないんだけど、もうちょっと覚えてるところから進んでいきましょう。ね、見て、この光の剣もらっちゃったんだけど、どうですか？はい、はいはい、はい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 、光。ということはもうここにも来る必要はなくなったんだろうか。まあ一応はめておこうか。特別困ってるわけでもないしね。で、俺は何色の石を使えばいいの？赤かな？赤でいいらしい。多分ね。じゃあ、泉ゲー。なんかドーピングアイテムは？あ、これですね。あれ？水を汲んだんだって今。あ、大丈夫か。普通に使ってるわけか。あ、これちゃんと使ってる俺。使ってねえし。これさ、泉の前とかその何かの前でやるとそこに使う判定になっちゃうんだ。難しいなこのゲーム。よし、行こうか。何分？ちょっと邪魔、化粧水邪魔。10分。全然ですね。行きましょう。やってやるぜ。何をやればいいんですかね。ここ、あれ？こっちじゃないよね。もう一個上か。あ、そうだ。俺、回復したいっていうか、封印を解きたいっていう話が、ありましたよね。俺封印解きたいって言ってるんだけど、ムーンライトソードで封印解けんのかな。まあセーブもしたし、一丁やってみっか。どうだっけ、こっちじゃないか。もしムーンライトソードで、めんどくせえから月光にするね。もしこの月光でなんとかできるなら、普通に越したことないだろう。月光か。
でもよくよくか、あれ、どこだ、わかんなくなっちゃった。でもさ、この光系で、あ、アイテムを間違えた。この剣は光じゃないですか。でも俺が使う強化魔法はトランスファーじゃないですか。光と闇が備わり最強に見えれたらこのことなんですかね。一体何のことかわからない人はなんとかググってみてください。光と闇が備わりぐらいで、あ、あれ、あー、ここじゃなかった、間違えちゃった、あー、間違えちゃった、どうしましょう。いいて向こうか、ちょっと待っててね、あのちょっと待ってちょっと待っててね、息が続かなくて死んじゃうかもしんない。それはまあそれもいいだろう。あそこに転がってるのは全部骨か。水の中での息がさ続くようになる魔法欲しいんですけど、ないんですかね。間に合いますか。階段がない痛え階段がないよ。一番裏に来ちゃったか。あ、減り具合もなんかゆるゆるになってるね。これだって泉じゃなくて、これ癒しの水使えば全然怖くないもんね。でやろうと思えばさ、ここでキュアとか使ってさ、もうやりたい放題できるもんね。こっちだったか違うかな、まだ場所間違ったかな。まあ最悪ね、あの癒しの水ゲーをやれば、あの何ら困ることはない。じゃあな、当たらん当たらん。どこだっけ、こっちでいいんだっけ。ドア、ちょっとドアがどこだかわからない。幻の塔、はい、よし、で開けて開けて、ありがとう。でこの闇俺が断ち切るのか。おら、断ち切った、断ち切った、あっ、あ、またまたお前か、ユウさん。すごいね、もう殴りかかってるもんね。どっちかっていうと、あの このゲームさ、あのモンスターハンターとかでもあのそうかもしれないんだけど、こう振った時に、なんつったかな、弾かれた方が強くないですか。特にこのキングズフィールドに関してはそうでもない。こちらのバキってなった方が早い、立ち直りが早い気がするんだけど、そんなことないかな。俺の気のせいかな。はじかれたんだけど、何、水の中で俺攻撃するとはじかれる判定なの。てっきり宝箱に当たってはじかれてんのかと思ったけど、あんまりこのスタミナがない状態でぶん殴るとはじかれステータスになるのかな。大丈夫？はい、お疲れ様でした。大変だったね。ういー。で？何見せたの俺？カブトかな？ミユのカブト。気持ち悪。森の民の名工によって鍛えられた至高のカブト。ほう。
いや、気持ち悪くねえか？一応、つけるか。だが、ちょっと気持ち悪くねえか？何度も言うけど。顔、目のところとか開いてる、ちゃんと。なんか全体的にさ、覆われちゃってて、不気味に感じるんだけど。で、まあ、コメントでは、まあ、せっかくね、封印解けるんだから封印解こうぜみたいな空気ですけど。あと1個、どこだ？あと1個っていうか3つだよね、俺が知ってるのは。今の水のところと、でっかいスケルトンがね、暗黒の力で飛んでるところと、あと、どっかにあった気がするんだけど、もっと前かな？もっと先だったかな？ねえ、もう、記憶の彼方が、定かではないから、このミュウの兜のみで 行きましょう。まあ、それ以外にも、1、2、3でしょ？だからあと1つ、2つ、ミュウシリーズがあるはずだから、まあ、その2つをね、装備、まあ、手に入れることができれば、それはそれでいいんじゃないですかね。あ、ここか。あれ？こっちじゃなかったっけ？すぐわかんなくなっちゃう。相当な方向音痴だからな。あ、こっちじゃないし。こっちにも封印あったかな。なんか、ブーンって鳴ってるような記憶がね。おっと、ん？何に俺ぶつかったんだろう、今。横に結構広い？このゲームさ、斜め切り、縦、横、以外の概念ってあんのかな？斜め切りっていう概念があんのかな？多少横に入ってますよっていう、この右側に対して多少強いですよっていう判定ってあんのかな？ねえ、左はもうからっきしだから、もしかしたらそういう判定あんのかもしんないな。ただひたすらの縦切りではなくて、多少右から左へ移動しながら切ってもいいのかもしんない。で、逆に左を取られると困るということか。右向きながら戦うか。 どんなだ。ここの曲はいいですね。美しいですね。これはあれか、フォークギターとかで弾いてんのかな。ある、フォークギターは弾けないからな。ベースだっていつまで、いつまでもお粗末なのに。あれ？こっちじゃないよね。螺旋階段ってこっちでいいんだっけ？こっちでいいんでした。じゃあ行きましょう。あとは変なのが出てこなきゃいけないんだけど、なんかね、絶望しか待ってない曲なんだよね、ここって。まださ、さっきのところは哀愁漂う曲だったんだけど、ここにはね、何か絶望が漂ってるよね、曲の中に。どうしようもない。このなんかセーブポイントすらも何か、なんだろう、この錆びついた色、嫌だよね。何が嫌なんだろう。何がそう思わせるんだろう。面白いね、ゲームっていうのは。 何を言ってるんだか。じゃあ行きましょうか。何が怖いってね、敵なんだよね、とにかく。
敵がさ、いきなり、お、闇だ、後で行かなきゃ闇見つけてさ、喜ぶっておかしいよね。なんだいこれ、毒かな。いや、毒ではないらしい。グランドバーグではないらしい。やはり力を。犬だ。あ、やばい。また今度にしよう。やばいよ。魔剣だよ。魔剣ですよ、魔剣。剣の方じゃない。本当のワンちゃんの方。何これ。ダメージ。ダメージ。だ、ん？なんだろう。ただのダメージ湯か、酸の池とかそういう、まあ酸ではないけど、わりかしダメージは入ってるよね。しっかりゴリゴリ入ってるよね。よし、ちょっとダメージがないところ、痛そうじゃないところから行こう。そんなところが本当にあるのかどうか。あら、いけない。ああ、奈落。あそこにスケルトンがいる。スケルトンっていうか、こんなとこにまでさ、生きていた人間がいるとは思わなんだ。で、ご丁寧にね、ワープゾーンまで用意してくれてるってことは、ここ相当やばいんですかね。ああ、ちょっとちょっと。うわ、ケルベロ。美しくない。二頭を持つ犬。お金もそうでもない。商人。頼む、商人。はい。攻撃自体は恐ろしくはない。で、ケツを向けたところに容赦なくぶち込んでいく。まあ、今後こういう戦いは、てか、まあ、なるべくね、こういう戦いはしたくないんだけど、しょうがないね。やっちゃったもんはしょうがない。開かないですよね。トゥームレイダーもキングスフィールドも終盤っていうね、コメントいただいたんですけど、終盤に来てるにもかかわらず、降りちゃった。もう23分だからな。死んでやめるっていうのも一つの手か。どうしてもね、俺トリプルファングで行くからね。光と闇が備わり最強に見えるトランスファーで、なんとかお茶を濁していこう。お、あ、ここから行けばいいんじゃないっていうことか。うん、絶対こっちの方がいいよね。あとは犬いたうわぁ、ちょっと強いな。うわぁ、やっぱ H の指輪だっけ。何の指輪か知らないけど。うん、ああ、スケルトンさんか。あいつらも元気に循環。よいしょっと、おいよ、おい、来やすいぞ。まあスケルトンさんはね、もう元気にやってくれりゃいいだけだから。はい、おいでおいで。ある犬もマジ苦手なんで、ちょっとねえ、小型犬だけにしてほしいんだよね。危ない。こっち向け犬も早くおいでませ。ちょっと何匹、一匹だけで来ていいの、分かってんでしょ。この子タフだね。魔法に耐性持ってんのかな。ちょっと足が速すぎんだよ。はいはい、1、2、3。お、バックして。俺もバックして。なんだこれ。うわー、まがまがしい盾、美しいですね。
早速装備しよう。ちょっと疲れちゃった。早速装備しますよ。カオスシールド、使用者に呪いをかける悪魔だなんてやめてくれよ。本当に呪いは困るんだよ。多分闇系なんだろうけど。待て、来るか、来れるか。あ、来た。優秀だね。飛びかかるケルベロス、悪くないよ。お、レベル上がった、ありがとうございます。重量がいい感じになったかな。じゃあ古代、あーダメー、古代シリーズになれない。じゃあ俺暗黒騎士になりたいので、クリスタルブーツで暗黒じゃなくてミュー。ほい、あダメ、全然ダメでした。キュア突然のキュアでですね、ここどこですか。お、ここは戻ってきたのか。ここに進むと落っこちて、ここから戻ってきたのかな。まだ行ける場所があるはずなんだけど、こっちか。あ、27分、あ、大丈夫、やろうと思えばできる。まだ行けるはもう行けない。でもやってもいいでしょう、せっかくなんだから。ん、よし。え、今なんか変なのが怖い。あら、何、いいですか、拾っていいですか。いいの、拾っちゃうよ、悪く思うなよ。怖い、怖い。大丈夫、この辺開かない、開かないか。闇の魔法石ですね。 R にふさわしくなりたい。こっちはいけないか。魔力が切れてきたから、じゃあ使おうか早速。うん、スケルトンも、こんにちは。こんにちは、死ね。おう、豆。ラスボス戦で大変お世話になるであろう豆。豆なのかあれ。足音からして犬ですね。何体かいるかもしれない。怖い。骸骨、ひび割れているように見える。ここはバトルハンマーですね。行くぜ、至高の暗黒バトルハンマー。よーし、おーっす。あら、ワープの石ということは、いずれ杖が手に入るということか。で、ここでね、うっかり盾を装備し忘れると非常に痛い目を見ると。このカオスシールドって、怖いんだよね。あのさ、呪いをさ、かけるのはさ、つけてる間だけならいいんだけど、つけた後も呪いが残ると困るんだよね。半ば一生消えないからさ。くっそ。わりかし本気のくす、あの、いら立ちだったね。はいはい、痛くない。痛いと思うから痛いんだ。ほら、よし。この力押しができる感覚、素晴らしいね。あ、そうだ。せっかくもう闇の魔法石。え、導き石か。ね、使いましょう。えい、闇系。補助ですか。ここまで来て補助もないか。
なんだかな、ブラインドミスト。空気中の水分に闇の力を浮かし、暗闇の霧を発生させる。すげえ、ミストじゃん、ミストステップじゃん。おーおーおーおお、あのマジカルバケーションのあの美女でみたいな。これまた知らない人は知らない、何言ってんだろ世界だけど。あ、これで終わりか。そっかそっか。あ、これもしかして向こうに一気に進まないとダメだったやつかな。あ、でまだこっちにあったね。犬はいる？あ、下か。こっちはいる？あ、いないな。どこかな。襲いかかってくるのは、ま、あの全く問題ないんだけど、落とし穴、落とし穴だけちょっと、落とし穴っていうかちょっと崩れただけか。落盤、落石、何でもござれ。そして俺はブラインドミストで勝つ。ブラインドミストと共に生きるぜ。うわ、闇だ、闇は怖い。キュア、こんにちは。他に敵はいないのか。いないようだな。よし、お前と一騎打ち。32分。ミスト、ミスト、ミスト。はい、森の戦士、久方の宴を。俺森の戦士じゃないんですけど。ミストファイナーやばいぞこいつ。うん、だがしか、うわ走ってきた。走んじゃねえよ、俺走んねえんだからよ。あ、これまあ一応走ってんのか。お、こいつ大したことねえな。で、お前どうしてあのなんか闇の力を使おうとしてるんだ。あのね、俺もね闇の力使えるんですよ。おらおら、黄色くなっちゃえよ、足遅くなっちゃえよ。お、イラプション、素晴らしい、美しい。お前闇だな。俺と一緒に、俺と一緒に闇属性。いて、いて死んじゃう。すいませんでした。あの暗黒騎士さ、本物の暗黒騎士だな。よし、リスペクトしていこう。暗黒騎士リスペクト。おお、バックステ素晴らしい。ヒューヒュー、俺も二段切り使いたいです。うらイラプションの上からミスト。おー怖い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 。あ、楽しくなってきちゃった。さすがだよ、ミストいいよ、トランスファーだよ。足遅くなんないんですけどこの人。いてぇやーべえ、楽しい。この申し訳程度の差し合い。おお、かっこいいじゃん。俺にもその技くれよ。あのさ、ちょっとちったいひるんでくんねえかな。こっち行って、こっちもさ、こっちも一生懸命なんですよ。これでもさ、おら、あ、魔力上がった。ありがとうございます。魔力が上がるのとレベルが上がるのは違うんだよね。ヒュー、ヒュー、ちょっと、ホーミング力高え。ちょっと、まだ使いたくないな。一旦落ち着くか。ちょっと。お前足速くなるの汚いだろう。お前速くなっちゃいけない部類の人間だろう。違うんだよ、違うんだよ、足が速すぎるんだよ。ヒュヒュ、すごいな。ちょっと間髪入れずに攻めてくるね。 OK、 ここはね贅沢にアストヒール、どうぞ。 OK、 でキュアですね。ステップだよね、なんか風神ステップみたいな。やめろ、そのステップやめろ。バックステもやめろ、ホーミングもやめろ。ちょっと強い。うん、
強モード、俺のミスト、そうだよね、俺のブラインドミストが強くなったんじゃないよね。ちょっと待って、発狂しだしたよ。困った。ちょっと即死攻撃とか、あれ、あ、何、2代目トランスファーとか。俺もそれぐらい、あ、もしかしてさ、俺ももしかしたらそのトランスファー使った時にさ、それぐらいになってんのかな。だとしたら嬉しいですね。おら、ちょっとブラインドミストはダメかな。暗黒系なんだよね、どうしても。暗黒対暗黒じゃ分が悪いか。ちょっと AI お利口だな、このコンピューター。ちゃんと回り込んでこれる。ヒューヒュー、よし、気をつけろ。お、なるほど、あんた強かったね。びっくりしたよ、あんまり強くてね、俺死んじゃうんじゃないかと思ったよ、本気で。正直言って、あなたのあの兜とかさ、鎧欲しかったんだけど、何一つ得ることはできなかった。残念だ。でもあなた強かったよ、本当に強かった。一瞬でもね、気を抜いたら、あ、痛い、歩いて、早く、一瞬でも気を抜いたら死んでたぜ。痛い、くっそ、許さねえ。どこだ、ここか、おら、おら、よし。で、こっちにもいるんだっけ。あ、いないか。で、ここが開いていると。しまった。おい、痛い。おい、あ、もう愛が。痛い。悪かった。おらー。うい。そしてどんどん進んでいく。無謀にも回復もせず。ふう、何の音ですか。ふう、怖い。上から落ちてきたりすると、お、なんだ、前からか。前からなら全く問題ないぜ。悪かったな。やっぱりあのミストのせいかね、闇、俺が闇になっちゃったんだけど。あ、39分か。どうする、一旦戻るか。一旦戻ってもいいし、これさ、強いね。あのスタミナ回復全開してなくても、このトランスファーの効果ってね、相手を呪くする効果って入ってるんだ。これちょっと強いな。スタミナ無視してとにかく最初切りつけて相手の動きを遅くすれば、おお、なんだこれ。え、人形に見えるのは俺だけ。人形っていうか、なんか動く石像みたいな、レジロックに見える。あー、先がありますね。ちょっと、ん、あー、スケルトンか。40分、やめるか。今回はね、多分何もカットとかしてないから、これ以上やると、いけってね、カットとかしてないからよくないよね、このままやり続けると。はいはい、あー、ちょっとタイミング悪いな。はいはい、はい。いや、トランスファー、やっぱさ、普通使わないんだよね、トランスファーなんてさ。だからでしょ、あの、お、あ、また君か。おい、痛い。ああ、ごめん、お尻を向けちゃったか。それは悪かったよ。おい、よし、いつかこれまたお金使うとき来るんですかね。
全然そんな感じじゃないんだけど。そうだね、そういえばこっちにも向こうにも行ってないしね。このダメージ床の方も回り込んでいけばいいっていう話だったのに全然使ってなかったし、行けるところがまだまだあって困ることはないですね。多分この先もうすぐにこのワープ使える場所がね、はめ込むところがあったのかな。ちょっとビビっちゃったりね、時間の関係で俺は元の場所に戻るけど、次回もまだまだ大暴れできそうですね。ご視聴ありがとうございました。